甲子園球場には大観衆が詰めかけています。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの一番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。一番バッターが出塁できるんでしょうか。さあ一塁には勝ち越しのランナー、バッターボックスには糸原。送るのであればきっちり決められる選手ではありますね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。ここはランナーは気をつけないといけませんよね。ピッチャー牽制がうまいですからね。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース勝ち越し、4対3。タイガースなおもチャンスです。タイガースがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。赤星さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。いやー、これはなかなか味わえない最高の瞬間なんですよね。そうでしょうね。本当に素晴らしい表情をしています。勝ったタイガース、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、おかけになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。お忘れ物のございませんよう、お席付近をもう一度お確かめの上